ビルデモンはアメリカ合衆国ニューヨーク州ベルモントビル出身のノルディック複合選手。デモンはニューヨークスキー教育基金を受けてスキージャンプを学び、高校時代にはニューヨーク州レイクプラシッドのナショナルスポーツアカデミーに所属した。1998年の長野オリンピック代表に17歳で抜擢され、団体10位、個人34位となった。1999年のノルディックスキージュニア選手権団体で金メダルを獲得。1999年、ノルディックスキー世界選手権では、グンダー戦27位、スプリント18位、団体10位、翌2000年ジュニア世界選手権団体では、銀メダル。2001年ノルディックスキー世界選手権では、グンダー戦18位、スプリント22位、団体8位となった。2002年1月19日のリベレツで、ノルディック複合、ワールドカップ初、勝利、ソルトレークシティオリンピックでは、グンダー戦19位、スプリント14位、団体では4位となった。2005年ノルディックスキー世界選手権、グンダー戦12位、スプリント19位、団体5位、2006年トリノオリンピックグンダー戦15位、スプリント25位、団体7位。このように大きな大会では入賞に届かない成績に長らく甘んじてきたが2007年、ノルディックスキー世界選手権札幌大会のグンダー戦で銀メダルを獲得した。2007から2008シーズンと2008から2009シーズンのワールドカップで連続して自己最高位の総合3位、2009年ノルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル同ラージヒルでは金と2個のメダルを獲得した。2010年のバンクーバーオリンピックではノーマルヒルで6位入賞、団体ではアンカーとしてブレット・キャメロタ、トッド・ロドウィック、ジョニー・スピレーンと共に銀メダルを獲得した。ノルディック複合の最終種目、ラージヒルでデモンは前半ジャンプの6位から逆転して、金メダルを獲得、アメリカ合衆国にノルディックスキー初の金メダルをもたらした。メダル授与式の後デモンはかねてから交際中のもと、スケルトンアメリカ代表ケイティ・コチンスキーにプロポーズ、ケイティはこれを受け入れた。デモンにプロポーズを勧めたのは、チームメイトのジョニー・スピレーン。デモンは閉会式の旗手にも選ばれた。デモンとケイティは翌朝のテレビ番組を挙げている。ありがとうございます。